まもなく石原知事の都知事選出馬表明の記者会見が始まる模様です。まもなく石原知事が会見室に入るとのことです。石原知事は先週金曜日の11日に都議会本会議で都知事選への出馬表明をしています。では、会見の模様をご覧ください。 幹事社は幹事社は、事社は,あいはい、あの埼玉県知事の上田清でございます。十、え、一、ー、日に石原都知事があ都知事選に立候補する表明をなさった。 時えー、首都圏連合のメインプレイヤーであります石原都知事と松沢神奈川県知事が激突するということになればこれは首都圏連合ではなくて首都圏分裂になってしまうまた首都圏の潜在的なパワーというのは国家の命運も左右すると。 こういうふうに私は勝手に思いましたので、余計なおせっかいをさせていただき、石原都知事、そして松沢神奈川県知事に何度か電話、また個別に接触をいたしまして、そして両者の合意を取ることができましたので、その 間の経緯とですね、内容について私の方から読み上げで恐縮ですが性格を期すために少し読み上げさせていただきます私たち四都県あるいは九都県市はいわゆる首都圏連合という枠組みでディーゼル排ガス規制青少年健全規制国際空港国際港湾道路など成長のエンジンたる 交通インフラの充実拡大防災問題など大きな成果を実現してまいりましたまさに成長のエンジンたる首都圏は国家の命運も左右しますこの度の東京都知事選において松沢神奈原知事は石原都知事が優退されることを前提に首都圏連合の枠組みを維持するため そして、持論の電気自動車や自動喫煙防止の拡大推進のため、あえて退路を断って、東京都知事選に立候補を決意されたところであります。ところが、石原都知事は、国家の衰退を目の当たりにし、首都圏とりわけ東京都のパワーを背景に、日本を再生させるため、あえて都知事選に立候補することを 表明されました首都圏連合の主要メンバーである石原都知事松沢香川原知事が対決することはこれまで積み上げてきた首都圏連合の政策形成そして実践能力を一気に壊すことであり首都圏連合どころか首都圏分裂になりますまた折からの東北関東大震災による大災害があります 比較的軽い被害であります首都圏は、救助の人員、機材などは、東北各県と比べると、格段に人容が厚いものがあります。現職知事の責任として、自らの支備範囲はもとより、主たる被災地の救助活動に全力を尽くすべきであるという認識で、三度県知事は一致いたしました。そこで、石原都知事は、 松沢神奈川県知事の提案の重要産施策、首都圏連合広域行政、電気自動車の普及、自動喫煙防止の拡大推進を公約の一部として受け入れ、その推進のために松沢神奈川県知事にしかるべき立場で全面的な協力を要請しました。松田神奈川県知事は重要施策の 公約化されたことを他とし都政並びに首都圏の課題について協力を惜しまないことを石原都知事に約束しましたこのような事情により松田神奈川現知事は都知事選の初期のもときを達成できる見込みが立った今立候補を取り下げることにされたわけでございますこの後 <laughs> 松田、神奈川県知事、そして石原都知事から、それぞれコメントを出していただき、述べていただき、そして限られた時間であります、このような災害時の緊急事態ですので、手短なご質問を受けさせていただく中で、記者会見を終了させていただきたいと思いますので、ご理解を賜りたいと思います。 それでは松沢知事どうぞよろしくお願いします。いますはい。えー、皆様大変ご苦労様でございます。神奈川県知事の松沢茂文です。あのまずあの東北の大震災大変な状況であります。あの我々首都圏も今連携してですね、えー、まあ首都圏民をさまざま停め停電とかから守るための連携、えそして、えー、また被災地へ 支援部隊を送る等々ですね活動させていただいております。まこの地震のま救援復興が速やかに行われるように首都圏の3人の地位としてもしっかりと国やそして被災地に協力していきたいというふうに思います。ただいま上田埼玉県知事から今回我々の決断の経緯を述べていただきました。 結論から申し上げますと、本当に苦渋の決断ではありますが、上田知事の本当に献身的な調整に心から感謝を申し上げ、私は受け入れることといたしました。その前に、今回の出馬に至った経緯について、簡単にお話しさせていただきます。私も神奈川県知事3期目を準備ししておりましたが2月に 石原都知事からお話をいただき、まあ、石原都知事の優退の意向と、そしてぜひともその後東京都政、君しかいないと、やってもらいたいというご依頼も受け、私も大変難しい決断だったんですが、この首都圏連合をさらに推進していくためには、えー、私が立ち上がらなければいけないという思いを持って、3月1日の日に、 立候補を声明をさせていただきました。で、まあその後ですね、あの石原知事のさまざまな難しい政治環境。お知らせの後もニュースを続けます。では再び都庁から中継です。は当然ですが防災服で今その災害対応に追われて必死で県知事としての任務に取り組んでおります。 でまあ、首都圏、地元でもです、ね、もうかなり停電の影響ですとか、あるいはガソリンが足りないですとか、二次被害的な動きになってきてまして、私はもう1500人以上の今、死亡が確認されていて、ひょっとしたら行方不明者の可能性を見ると、1万人近い、あるいはそれ以上の死亡者、あるいはもっともっとたくさんのです、ね、被害が出る地震になってきているんですね。 で我々私たち知事の最大の使命はやはりこうした災害から県民の生命を守ることあるいは財産を守ることあるいは生活を守ることだと思います。まあそれをさておいて選挙戦をやっていいのかというまあこういう一つ大きな問題にぶち当たりました。で二つ目がですね上田知事がおっしゃったように。 私はなぜ都知事選挙に立候補したのかも含めて、日本一の自治体、東京のマネジメント、そして首都圏連合を作っていくことで、大きなさまざまな行政課題を解決していく、その仕組みを作るために立候補を決意したんです。しかし、結果としてですね、首都圏連合の推進を訴えときながら、首都圏連合のキープレーヤーが2人で選挙戦でまあ厳しい対立をしてしまう。 もっと言えば泥沼の戦いに入っていくということは首都圏連合の理念にももとるものになってしまってやはり首都圏民から大きな不信感を抱かれてしまうまあそういう可能性もあるというふうに考えましたでそういう中でまあ上田知事からですねまあ本当に、えー、まあ謙遜的な調整をいただいて、えー、その結論として石原知事には。 私があ都知事選挙に向けて訴えていた3つの政策、首都圏連合の推進、そして、えー、電気自動車の普及、さらには自動喫煙防止、はいえー。神奈川県知事の松沢氏が、えー、都知事選に不出馬の、えー、という内容の会見でした。